これからその今言ってるので細かく言わなかったんですが、いろんなことが革命という中に実はあるんです。今日はあまり具体的に説明しませんでしたが、スマートエネルギーって言ってる、スマートエネルギー構想って言ってるのは実はね、これをそのコンピューターシステムって